とろろさんからいただきました。ユギリさんこんにちは。こんにちは。いつも動画見させてもらってます。ありがとうございます。私は半年前に彼氏と初ど初どだってすいません。<laughs> 私は半年前に彼氏と初女を卒業して、その時はただ痛かっただけだったので、えー、入れたまま奥を激しくとかはなかったのですが、えー、それをした次から。 手で奥の方を強く刺激されると茶色い血が出てきますでも生理かと思ってナプキンをつけると血はつかなくて何だったんだろうと不安に思います彼氏に相談したら理解してくれましたですがされている最中も血が出ていないかシーツにつかないかが気になって集中できませんしそもそも血が出ることを見られるのが嫌です自分でやっても彼氏にやられても血は出てきて生理周期とも全く違うので病気なのかなと調べてみましたがよくわかりませんでした産婦人科に行った方がいいのかなと思いますが親に言うには気が引けてでも未成年一人で行く勇気もなく夕霧さんだったらどうします、ね あわっちゃわね、すぐ病院行きますね。うん。これはね、やっぱこれ気になってね、いろんなホームページ、夕霧のこの動画とか、以外にも、まあ、生理以外の出血とか、不正出血とか、えー、発液の後出血とかで検索したりとかするかなって思うんですけれども、やっぱりね、その、 なぜ血が出ているのかとかっていうのは、その文字じゃわかんないんですよね。で、その、勝手に資格を持っていない人が、あの、インターネット上でね、えっ、ー、と、生理はいつだったのあー、なるほど、なるほど。で、エッチをしたのは、あー、いついつあー、なるほど、なるほど。あじゃあ、これこれこう,こうこうだねっていうのはダメなんですよ。 めちゃめちゃ危ないので、あのー、インターネット上で、やっぱ体の不調は全部解決しようとせず、これはね、婦人科に行ってほしいなと思いますね。で、あのー、未成年一人で行く勇気がなくってね、今ちょっとこれコメント書いてるのがちょっと気になって、あのー、一人、一人でじゃなくて、まあ、彼と一緒に行くのでも、もちろん、いい、いいけど、とにかく、一人だろうが彼とだろうが、婦人科に行けない人は、エッチしちゃダメだと思うんですよ、これ。これね、今の、 ワッチの中での、その、エッジ基準。これは最近考えてることで、また今後考え変わるかもしれないんですけど、よくね、その、エッチって何歳になったらしていいです、すこれこれこういうことをやったらエッチってしていいですかとか、なんか、何々だったらしていいですかみたいな聞かれ方をすることが結構多かったりとかするんですけど、やっぱね、何々だったら OK って言えないですね、これは。あのー、 そうそうあのやっぱワッはリスナーさん一人一人のこと本当に友達だと思ってるんだけどそのねやっぱ友達友達であってもやっぱりそこは他人じゃんそのまあその自分以外は他人っていう考え方なんですけどワッチ家族であっても自分のその他の人だからだからその人があのその体もしもね妊娠した時の体の 負担とかもいろいろあるのに、こう無責任にこうだったらやっていいよなんてことは、これ言えないなーってね、最近その、しくじり性教育やっていく中ですごい感じてて、ただ、一つ言えるとしたら、婦人科に行けない人はエッチしちゃいけないと思うんですよ。わっち。うん。なので、あのー、ま、まずはぜひ婦人科に行っていただきたいっていうのと、その今後、 エッチをする、もうそう、今後もしたいと思うのであれば、もうやっぱね、婦人科に行けないんだったらやっちゃダメじゃないかなって思うんだ。そのなんでかっていうと、やっぱ、予期せぬ妊娠をね、望まない妊娠をした時とかって、本当に一刻も早く婦人科に行って相談することがすごく大事なんですよ。その、産むにしてもそうじゃない選択をするにしても、早、は、 もう一日でも早い方がいいんですね。とか、あと、避妊に失敗しちゃった時、例えば、えっ、ー、と、コンドームはつけていたんだけれども、えー、破れてしまって、中に精子が入ってしまったっていう時とかも、一、えー、1分1秒でも早く婦人科に行って、アフターピルをもらうことがすごく大切なんですよ。で、うん、その、飲んだとしても、やっぱ、避妊に失敗することもあるぐらいで、本当にね、早く行かなきゃいけないのに、その、出血してる、 の相談しに行けないっていう状態だったら、その、失敗しちゃった時もさ、あ、中に出ちゃったっていう時も、きっとね、すぐ婦人科には行けないと思うんですよ。それでこう、ズル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 、あの、先の、怖くて先延ばしにしているうちに、もう選択肢がない段階まで行っちゃうっていうことがすごくあるので、それがね、一番怖いと思うんだ。うん、だから、まず婦人科行きたいってほしいし、ただその、ね、親に言うの気が引けるっていうのも、わっちもすごくわかるんですよ。わっちももともと、 もうイケイケどんどんで、あのおハメハメしてしまっていた。あの未成年だったので、気持ちすごくわかって、で、まあ、親は多分、一緒に絶対についてくるっていう。うん、こと。まあ、正直に言えたら、それが一番いいんだけど、どうしても正直に言えないっていう場合は、あのね、こう、こういうこと言うと怒られるかもしれないんですけど、まあ、ちょっとバーチャルオイランなんで、しくじり性教育なんで、えっ、ー、と、失敗もしながらお話をしていくと、バッジだったら成立が重いって言いますかね。 親にえこれみんなだったら何て言うその婦人科に行く理由いや正直に言えるならそれに越したことないよ。でもそうはいかない家族って意外とっていうのも分かるからこそちょっとここはね若干何て言うんだろうあのドストレートじゃない提案もしてあげたいよね。それがバーチャルオイラーにできることだと思うからさその正直に親に話しましょうっていうのはあの専門家のね 人が言えばいいことで、ここでは違うことも言いたい。あとは何かな婦人化にかかる必要があること。うん。あとはなんか、あんまり親に生理周期とか、なんか、知られてないなっていう感じであれば、なんかこう、生理がいつもズレズレで、なんか生理周期が乱れてて、 不安だから一回見てもらいたいとかね。そうなんかまあ生理に囲つけるのが未成年の場合は、いいやすいのかな、親にとは思いますね。で、あの病院の先生には包み隠さず言ってほしいです。その場合は。 うん。それはもう病院の先生には嘘ついてもしょうがないから、むしろ、あの、正しいね、診断が受けられなくなっちゃうので、もう正直に言ってほしくて、ただ、あの、先生に何と言ったらいいかわからないっていう気持ちもめっちゃわかるので、で、その話もしておくと、あの、あったことじゃあ、こう、いついつぐらいにこうなって、で、いついつぐらいにこうなって、てかもう、この今送ってくれた文章そのまんまでもいいので、なんかメモとかに書いて、 それを読み上げるでもいいし、恥ずかしかったらその紙を、なんか書いた紙を先生に渡すとかでもいいと思います。うん。意外とね、やっぱあの、空で言おうとすると緊張しちゃってしどろもどろになって、こう、言いたいことが言えなかったっていうのもすげえわかるんで、あのー、紙に書くのおすすめですね。で、あとその、婦人科に行った時の、まあ最初のハードルって、えっと、本日はどうしましたかって最初にね、あの、その受付の方とかに言われるのがハードルなのかなって思うんだけど、あの、その場合はなんか、 出血しててって言えばいいと思います。その、彼とエッチした時になんかこうこうこうで最近修行を卒業したんですけどとかそこまで言わなくていいから、あの、入り口のカルテには出血とだけ書けば、なんか生理じゃないと思われ出血とかね、なんか何でもいい出血とさえ書けば大体あーってなるので、 うん、そういう感じかな。うん、あ、チャットもいただいております。えー、月のものを理由にするのがいいと思いますね。てんてんてん。えー、病院には一人だったり送ってもらったりするぐらいでと、そうですね。親御さんの話ですね。じゃチャットありがとうございます。で、あのー、やっぱ、エッチとかさ、否認って二人ですることじゃん だから、あのー、相談者さんがね、一人で抱え込むことでもないと思うから、もしもその自分のお小遣いで婦人科に行くならば、彼と、あのー、接班割り勘するのとかでもいいと思うし、その一人で婦人科に行って、なんか周りの人からの白い目を受けるかもしれないっていう、その恐怖が辛いぞっていう場合は、もう彼も連れてきていいと思う。で、なんかまあ、高校生なのかわかんないけど、ちょっと未成年二人でいたら、まあ、さらにパンチあると思うけど、いや、そのシステム、 その視線も一緒に受けられる人とエッチをしてほしいと思うな。あなたの友達の夕霧りとしては。 そしてはそう思ううううしし思よななんかそういいうののてくれれにあのハメハメ友達さるはえっと、まだまだチャットいただいております。えー、女性のお医者さんの方が言いやすいならしっかりと調べていく方がいいですかね。あ、そうですね。えっと、病院によって、なんか誰々先生、誰々先生、何曜日、何時、午前とか書いてあるところもあったりとかするので、それ調べていくのも、えー、おすすめです。あ、あとはですね、こんなのもいただいておりますよ。えー、花風、花風が痛いというのがいいかもしれないというチャットもいただいております。はい。えー、高校、 ユうぎのコンテンツではね、あの、答えは示しません。絶対にこう言いなさいとか、こう言うべきみたいなのは、あの、言わないです。まあ、死で言うならば、婦人科に行けない人はエッチしない方がいいと思うよっていうのは、これはバッチの、まあ、個人の意見です。なので、あのー、今ね、お伝えしたこととか、チャットでいただいたことを踏まえて、えー、とろろさんに一番あった答えを出して行動していただけたらと思います。ご相談ありがとうございます。 おいでなんしーバーチャルオイランのゆうぎりでございますーゆうぎり初の著書、オイラン VTuber ゆうぎり、みんなで学ぶ性教育お買い上げいただいた皆様、本当にありがとうございます今回は、比尿機械岩室真也先生と対談したり、AV 監督の鈴木梨酢さんと対談したりしました YouTube では色々と自主規制をしているのですが、著書では、ノン 奇声で伝えたいことをたっぷり表現することができました表情のイラストやコラムの挿絵も自分で描いたのでとってもとっても思い入れの強い一冊ですまだお持ちでない方もぜひお手に取っていただけたら嬉しいです体と心をお大事にご自愛くださいませ